じゃじゃーん、日程をここに書いたんですけど、日程と何時間目にやるかと、あとおすすめ日、こことハロウィンの日とクリスマスの日と、新年一発目の1月11日と平日に1個、2月19日の平日に4つ、おすすめを決めたので、そのおすすめの日も分かりやすく書いて、分かりやすくまとめるのが難しいんやけど、でも書いてみました、一応説明しますね。これ追加しました、いろいろと追加項目、バババン、分からない初めましての方もいるかもしれないので、でもこれまた最後にラストら辺にも説明します。じゃじゃん、STU48 5枚目シングル思い出せる恋をしよう個別お話し会のお知らせですツイッターフォローしたやっちー、ありがとう、嬉しい、ツイッターフォローありがとうございます。9月2日私の誕生日発売します。9月2日のアリサの誕生日に発売される5枚目シングル思い出せる恋をしようの個別お話し会が始まります。イエーイ。日程はこの通りです。ここに書いてある通りなんですけど、だからスクショとかしていただけたら嬉しいんですけども、ピース、このピンクの濃ゆいピンクのハートが土日祝日の日で、1日に5、6、9、10、11とか1、2、3、6、7とか1日に5時間5分5時間ある日程でございます。そしてこのオレンジっぽいこのハートのやつが平日なので夕方からになるんですけど、1時間目が6時からとか夕方になるんですけど、1日に2時間ある日程はこのオレンジのハートになっていますそう、そしておすすめの日を決めました。4つおすすめの、アリサがおすすめしたい日はハロウィン、10月31日初日ハロウィンの11時間目です。花丸しました、おすすめ11時間目。そしてクリスマスイブクリスマスはね、会えないんですけど、クリスマスイブ、クリスマスの練習の日に会えるのでね、嬉しいですね。12月24日の7時間目です。一番最後の7時間目をおすすめにしております。そして明けましておめでとうございますの日新年一発目の1月11日の7時間目がおすすめになっております。そして平日にも1個、2月19日の3時間目がおすすめになっています。ここは追加項目でお化けを来まーす、イエーイお化けになります。これ書いたっけ、待ってこれ書いたっけ、お化けツイッターに載せてたっけ、あ、書いてた、よかった。そう、これは言ってなかったんですけど、2月19日はお化けのコスプレをすることにしたので、よかったらゲットしてみてください。3時間目の 2と3があるんやけど、3時間目の方がおすすめなので、よかったら申し込んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします従順なお宝、さすが元キティアン、ありがとう。かんちゃんハートありがとうございます。ハートチキ買い逃したから出たか、嬉しい、あゆかちゃんありがとう。そしてですね、おすすめじゃないんですけど、2月23日おすすめじゃないというか何、おすすめにはまだ言えてないんですけど、2月23日のこの日は AKB さんの縛り、 AKB 縛りのアリコンをやった時に着てた服、制服を着たいと思います。アリコンで着た衣装を全部着ていこうっていう企画ですアリコンの AKB さん縛りの時に着てた制服、そして1月の16日はアリコンの NMB さんの時に着てた学ラン、1
1月17日は NMB さんのアリコン好きに着てた和服、なんかナンバーアイとか、何やったっけ、床の間星座娘とか、黒髪少女、絶滅黒髪少女とか歌った時に着てたあの 和服みたいな服を着ます。そしてここ2月11日は HKT さんのアリコンの時に着たあの桜みんなで食べた風そう、桜みんなで食べた風のセットアップの服を着ます。ここで青いやつね、あの青いやつで、ここが、2月13日はバレンタインデー、2月14日がバレンタインデーのその前の日ということなので、あのロリロリ的なそう、ロリロリ的な、あの普段はね、普段には絶対着れないロリロリのコスプレをいただいたのがあるので、それを着たいと思います。そして2月20日は、HKT アリコンの時に着てたハッピを着ます。そう、まあ2月のもう3月ぐらいだから、この日は3月間近だから、まあ寒くはないからいいかなと思ってハッピーは夏って感じだけど、まあ寒くはないきいいかなと、ここで来ます。はい、そして2月の21日最終日は HKT アリコンの大人列車を歌った時に着てた大人列車風の私服を着ていきたいと思いますこんな感じです。そう、この分かりやすいやつ、分かりやすいかどうか分からんけど、これ詳しく書いたやつは Twitter にもメールにも送ったので、ぜひぜひチェックしてみてください。またこの日何の服着るんやったっけと思ったら、ぜひTwitter とメールにも送ってるので見てみてください。よろしくお願いします。新しいハッピーよければ、ほんまに嬉しい。じゃあそのハッピー着ようかなスクショもいいですよ。スクショでも全部写そうとしたらめっちゃ字ちっちゃくなるよね。まあ、いっか。ツイッターには載せております。はい、ツイッターにはさっきぐらい載せたので、よかったら拡散してください。で、あのおすすめの日はもちろん、あの言ってなかった、忘れてた、ハロウィンのおすすめの日はハロウィンの服着ます。もちろんロニチャビも一緒にロニーにもチャビーもハロウィンの服を着せてあげて、3人で待ってますので、よかったら会いに来てください。クリスマスの日もです。アリサが、まあ、何になるかちょっと分からんけど、ロニーとチャビーにサンタとトナカイさんになってもらって、アリサをなんか来てみたいな感じはい、3人でコスプレして待ってるので、よかったら来てください。そしてここ1月11日の明けおめの日、おすすめの日、明けおめの日は新年一発目ということで、着物か袴か、うん、まあまだ全然決まってないけど、和服、新年一発目っぽい和服を着ますそして2月19日はお化けです。お化けになります。そんな感じですそんな感じでございます。握手会のわからないとこ、あー電話で問い合わせ、あーありがとうございます。どうでしたかどうでしたか。ツイッターフォローしてきた、ありがとう。あゆかちゃん、あゆかちゃんの名前してるから多分わかるかな。ありがとう、嬉しい。あゆかちゃんフォローありがとうございます。明けおめことよろの挨拶もね、よろしくお願いします。そして目標をここに掲げました。目標はみんなといっぱいおしゃべりすること、そして一つでも乾杯を出すことですそう、この日程のこの部っていうおすすめを4つ今決めてるのでね、一つでも乾杯が出せたらいいなと思います。もう申し込みは始まっております。すでに